マリンスタジアムです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。千葉ロッテマリーンズ対東京ヤクルトスワローズ A ゲームの模様をお送りしてまいります。ゲーム解説は達川光雄さん、黒木智弘さん、そして実況山口不二雄でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい、こんにちは。我々二人が一塁と三塁側に分かれてたくさんの情報をお知らせいたします。どうぞお楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。今日の先発ピッチャー、ナルセ。さあ、調子はどうでしょうか。背番号10、センター、早坂圭介。背番号68。1回の表、スワローズの攻撃。トップバッターは1番、福地、右打席です。昨シーズンの成績出ていましたが、3割2分、そして打点の数は61となっています。最初の1球、最初は空振りになりました。ワンストライク。さあ、スワローズ、今日のゲームはどうでしょうか。この球はどうでしょうか。しっかり捉えた。この打球はレフトへの当たり。ワンバウンドヒットになりました。ヒットになる。打ったバッターは一塁を蹴った。ショートが中継、ツーベース。センターへのヒットが出ました。さあ、打順は2番に回ってきます。川島慶三、ランナー返せるんでしょうか。先制のチャンスです。マウンドは先発ピッチャー、成瀬。最初のボールは、最初は低めに持ってきました。ボールカウントワンストライク。川島慶三、早くもプロに入って4年目のシーズンとなりました。外角低めのストライク、ツーストライク、追い込んでいます。足の間を抜いていくのか。ヒットを狙いに行くバッティングでいいと思いますよ。どの辺を抜いていけばいいでしょう。野手の間を抜くことだけ考えればいいんですよ。巧みなバットコントロールが見られるでしょうか。この回はワンアウトになっています。初球見送っていきます。これは手を出させません。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割4分7厘。変化球打って左への打球です。ワンバウンドヒット、落ちました。セカンドランナー三塁を蹴った。ヒットになります。これはホームはタッチアウトです。さあ、チームを盛り上げる見事な守備です。上野からの野球の姿勢が集約されたプレーでしたね。なるほど、一朝一夕でできるプレーではないですね。そして次のバッターとなります、デントナ。この回ヒットを2本打たれています。さあ、どこから来るか。ランナーがスタートします。バッター振っていった、タッチアウト、盗塁失敗。これでスリーアウトチェンジ。1回の表が終了。スワローズ得点はなりませんでした。そしてスワローズの先発ピッチャー、立山。さあ、どんなピッチングを見せるのか。1回の裏、マリーンズの攻撃。返します。この回の先頭、西岡、左打席に入っています。昨年の数字が出ていましたが、3割です。そして打ったホームランの数も13となっています。初球は手を出しません。際どく外れた。2球目です。高めに決まりました。ワンエンドワンになりました。次は低めに来ました。2エンド1になりました。インコース打って取りました。一塁に送ります。ヒットになった。ショートへの内野安打になりました。そして次のバッターを迎えます、早坂。1回の裏、ノーアウトです。早坂圭介、背番
きなりヒットのランナーを許しています。1回の裏、ここは送りバント、取りました、一塁へ。ここは確実にランナーを進めました。これでワンアウトになりました。そして打順が変わります。いきなりの先制のチャンス、打順が回ります。今年で16回目のシーズンとなっています。最初は見ていきます。ボールカウントノーワン、先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割5分2厘のアベレージ、そしてホームランの数も1となっています。決まった、外いっぱい、ワンストライクワンボール。ストライクになります。カウント2エンド1。さあ次の4球目は強い当たり、低い当たりになった、これはセンターの前に落ちます。さあヒットになります。そして4番バッター登場です。大松、このバッターボックスとなります。ここはね、絶対先制点入れなきゃいけませんからね。はい、ここは得点までつなげたい。最初のボールは、まず最初のボールを決めていきました。ワンストライク。大松、今年で5回目のシーズンを迎えています。このストレートは入りません。ワンエンドワンです。なおもワンアウト、この場面でランナーを許しています。遠いところにバットを出しました。シュートで追い込んでいます。そして5番バッターに変わります。井口、そのバッターボックスです。このチャンスはね、つなぎたいですよね。ですね、ここは点にしたい。井口、今年で9回目のシーズンとなりました。どこから行った、初球振りません、バッテリー外してきます。このピンチ、2アウトにしています。さあ次のボールは外角低めのストライク、147キロです。2アウトになっています。詰まっています。打球は一、二塁間、あっと抜けた、抜けました。今サードランナーがホームイン、止まりました。ファーストランナーは二塁ストップです。まあ序盤ですからね、気を引き締めて次の打者を打ち取れば問題ないです。先制点で気落ちしている場合ではありません。当然ですよ、今何回か考えた方がいいでしょうね。そして次のバッターを迎えます。サブロー、チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。さあマリーンズ、さあ先制のタイムリーヒットが出ています。さあどこから来るか、これは外れました。ストライク狙ってきたんでしょうか。サブロー、15回目のシーズンを迎えています。さあどうでしょう、打ちました、あっと二遊間へ転がっているが、サインプレーはアウト。さあもう一度見てみましょう。さて試合は1点差となって2回に入っていきます。2回の表、スワローズの攻撃、先頭のバッターベントナー、ここは塁に出てつなぎたいところ。攻撃中のスワローズ、先ほどのイニングは残塁が1つ、そして得点には至りませんでした。最初の1球、まずはストライクを取りました。ワンストライクノーボール。初回ヒットを打たれましたが0点に抑えています。第2球、外へのボールは入りません。外へ2つ続けました。ナルセ、1点のリードをもらってのマウンドになります。これはスライダー、ボールカウント2エンド1。あっとスイングアウト、先頭バッター三振に切って取りました。そして次の5番ガイエ、ワンアウトになっています。
まずは遅い球から入りました。ワンストライクです。ワンアウトランナーはありません。さあ次はどう攻めるか。今度はスライダーを持ってきました。このコントロールです。インコース打った。これはセカンドになります。抑えた。一塁送球、一塁アウト。セカンドゴロに終わりました。そしてバッター宮本、このゲーム最初のバッターボックスになります。昨年の数字が出ていましたが、3割飛んで8厘のアベレージ、そして打ったホームランの数は3となっています。最初のボールを決めました。カウント1ストライクノーボールです。2アウトランナーはありません。2球目、これはバットが合いません。これで追い込みました。いい当たり、打球はショートへ。取りました。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあマリーン、この後 DH から始まります。2回の裏、マリーンズの攻撃。先頭のバッター橋本タスク、左のバッターボックスです。攻撃中のマリーンズ、先ほどのイニングは残塁が2、しかし1点が入っています。最初のボールはまずは見送りました。ノーワン。さあ今日の第1打席です。2投目は変化球持ってきました。カウント1エンド1。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割1分1厘のアベレージ、そして本塁打の数11となっています。変化球で続けました。2エンド1になりました。さあ4球目、引っ掛けた感じになりました。打球はピッチャーの横、この打球はファウルになります。さあ何を見せるか。打っていった、打球は右、ワンバウンドした。打ったバッターは一塁です。一塁ストップします。さあそして8番に回ります。里崎、2回の裏ノーアウトです。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。初球は、あーっと打った、打球はセカンドへ。取った。二塁はアウト。そして一塁転送、一塁もアウト。463のダブルプレー。そして次の9番、今江、右のバッターボックスです。今日最初のバッターボックスです。最初の1球は何か。まずはストライク、ワンナッシングです。今江、8度目のシーズンを迎えています。この球はどうでしょう。見送ります。ボールカウント2ストライク。さあバッターはどうする。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。勢いのある直球で抑え込みました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。2回の裏を終了、マリーン無得点で攻撃を終了しました。3回の表、スワローズの攻撃。そしてこの回の先頭、竹内、今日の第1打席に入りました。今日最初のバッターボックスに入っています。何から持ってくるか。最初は見ていきます。タイミングを取らせません。昨年の数字が出ていましたが、2割3分1厘のアベレージ、そして打点の数が13となっています。外角低めのストライク、スライダーで追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか。
ート。打球は左。低いコースに思わずバットが出ました。さあ4球目。このストレートは外れました。バッテリー1球外してきました。ボールになります。ツーツー。まっすぐを打ってセカンドが取ります。一塁送球アウト。アウトです。セカンドゴロに倒れました。打順が移ります。田中裕康、右バッターボックスに入ります。マリーンズファンでいっぱいの千葉マリンスタジアムから実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。どう組み立ててくるか。初球振りません。ワンストライクです。このゲームの最初の打席になります。高め際どい。ツーストライクです。ラストバッター愛川、今日の第一打席になります。先頭打者は内野ゴロ、その後三振を取っています。最初は見ていきます。カウントワンストライクノーボールです。愛川今年で15回目という今シーズンです。この球はストレート外れました。2球ともインコースを攻めています。ツーアウトになっています。これはまっすぐ、ワンエンドツーです。さあ今日の第一打席です。これはバットが回りました。やっぱりボール球はね、見逃さないとね。なるほど、そのボール球を振ってしまいました。次が5球目。あっと高め、フルカウントにしましたよね。はい、さあフルカウント第6球いきました。右中間へ取りました。スリーアウトチェンジ。さあマリーン、この後1番から始まります。3回の裏、マリーンズの攻撃。この回から2巡目に入ります。西岡、初球はどうか。初球はボールになりました。この球は入りません。2回目の打席はどうでしょうか。2球目です。ストレートできました。ボールカウント1エンド1。ノーアウトランナーありません。アウトコース、低めを丁寧に攻めています。低いボール取りました。一塁へ。アウト。一塁アウト。サードゴロに終わっています。そして次の2番早坂、打席に入ります。ワンアウトランナーなし。初球ストライクを取りました。ボールカウントワンストライク。1対0マリーンズがリードしています。これはボールになります。1球2球と外へ行きました。今日2度目のバッターボックスに入っています。インコース高めのストライク、このストレートで追い込んでいます。イン
コース打ってショートへの打球、ショートが抑えます。一塁送球、一塁アウト、ショートゴロに終わっています。次のバッターです。グー、左ボックスに入りました。初回の1打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。まず変化球で空振りさせました。ワンストライクです。ツーアウトになっています。さあ2球目は、バット変化球、ワンストライクワンボール。バッター2人を打ち取っています。さあ3投目、今度も落とした。ワンツー、先頭バッターは内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。バッティングカウントからの4球目、バッター見送りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。変化球打った、これはファーストになります。取った、一塁に送ります。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。3回を終了、マリーンズ3人で攻撃を終了しています。どんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒットコースへなんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。初球は手を出しません。ノーワンです。2球目です。外のボールは、これは低い打球、これが2回目のバッターボックス。強烈な当たり、センターへ上がっている、後ろに下がった、下がった、センターフライに終わりました。そしてバッターは2番川島慶三、右打席に入っています。これが2回目の打席。初球振りません。ボールカウントワンストライク。この回はワンアウトになっています。次の第2球、インコースへ外れています。ボールカウントワンエンドワン。川島慶三、初回から見事なプレー、守備で見せました。ストレートできました。ツーエンドワン、微妙なところを攻めてきます。冷静さを欠いているんですね。まあ汗も引かないほど熱くなってますからね。緊迫した状況はまだまだ続きます。そして次の3番青木、左の打席です。ツーアウトになっています。最初はストライク、ワンストライク。トップバッターは外野フライ、その後三振を奪っています。さあ2球目は、外のボール球を打って右への打球になりました。ちょっと離れていましたが打っていきました。あっと打ちました。外の球にバットが出ました。さあ4球目、見送った、これは外れました。さあ何を見せるか。おっと、今度は高め、2エンド2になっています。これはいい当たりだ。打球はファーストへ、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。4回の裏、マリーンズの攻撃。対するこの回の先頭大松、4回の裏ノーアウトです。今日奪った三振の数は2となっています。初球変化球、空振りです。カウントワンストライク、ノーボールです。ここまでのマリーンズ、序盤3回は残塁に、この4回の攻撃はどうでしょうか。ストレートを持ってきました。2ストライク、ノーボール。
はファウルになります。さあ4投目、変化球ボールにしてきました。さあ5球目、変化球です。2エンド2になりました。バッター井口、右のバッターボックスに入っています。初回の前の打席、タイムリーヒットを放っています。これで先制しました。何から持ってくるか。最初は変化球持ってきました。ワンストライク。立山、今日は4回途中までを投げて許したヒットが4本、そして1失点となっています。バッと変化球、でも力強いね、スイングしてますよね。はい、ここは大きな空振りになりました。さあ次はどうするでしょう。これはもう一球外しました。今の場面もう一度見ていただきます。そして次の6番サブロー、ツーアウトランナーなし。初球は手を出しません。151キロです。先頭打者は内野ゴロ、その後三振を取っています。次の2球目、低め打って、これはセカンドになります。取りました。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。プロ野球ファンには答えられない面白さです。5回の表スワローズの攻撃、先頭のバッターデントナ、どこから攻めるか。初球狙って空振りです。カウントワンストライクノーボールです。ここまでのスワローズヒットは2本、まだ得点がありません。マリーンズがリードしています。次の第2球、いい当たり、打球はショートへ、あっと抜けた、抜けていきます。さあヒットになった、同点のランナー、ノーアウトから出ました。さあランナーが出ました。外へ、左のバッターボックスです。いきなりランナー1塁としています。まっすぐを追って取って二塁アウト、サードゴロに終わっています。そして次のバッターとなります宮本、バッターボックスに入ります。成瀬、今日は5回途中までを投げて許したヒットが3本、この回1本打たれています。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクノーボール。ゲームは5回に入りました。両先発の投げ合いです。緩いボール打った、これはショートになります。取った、2塁がフォースアウト、これで3アウト、ゲッツーに切り抜けました。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力はゴムゴムですからね、気が抜けませんよ。はい、こういう取り組みは実況しがいがありますね。5回の裏マリーンズの攻撃、この回は DH から始まります。橋本タスク、左のバッターボックスに入りました。2回の前の打席、ライトへのシングルヒットを放っています。初球平本インコースに来ました。ワンストライク。この試合の奪三振の数が3となっています。このボールはどうか、これは変化球決めました。シュートで追い込みました。この3球目はどうする、強烈な当たり、打ち上げてセンターの打球、勢いがない、勢いがないか、センターフライに倒れました。そして次の8番里崎、5回の裏ワンアウト、点差変わらず1点差、マリーンズがリードしています。最初のボールを決めました。枠をいっぱいに使ってきます。
建谷、この5回途中までを投げて打たれたヒットが4本、失点は1という成績です。ここはスライダーできました。ワンエンドワンになりました。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。決まりました。ボールカウント2エンド1。打順が移ります。今へ5回裏ツーアウトです。2回の第1打席、空振りの三振に倒れています。何を投げてくるか。変化球でまず空振りです。カウントワンストライクノーボールです。ツーアウトになっています。ストレート、今日はストレートが伸びてきます。さあここはどうリードするんでしょうか。できました。これはサードになります。取りました。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変えて攻撃していかないといけないでしょうね。何か突破口が欲しい両チームです。この試合はまっすぐが多めの配分になっています。千葉マリンスタジアムは6回の表、スワローズの攻撃。先頭のバッター竹内、左ボックスに入りました。成瀬、今日の5回までのピッチング、打たれたヒットが3本、与えた得点はありません。初球外に来ました。ボールカウント1ストライク。2回目の打席はどうでしょうか。ストレートできました。さあ2ストライク、追い込みました。内へ持ってきましたが外れました。ここは外してきました。今度もまっすぐできました。カウント2エンド2。さあ何を見せるか。低めに打って前進、前進します。ワンバウンドヒット。さあノーアウトから同点になるランナーが出る。そして次のバッターを迎えます。田中裕康、右のバッターボックスです。スワローズセンターへのヒットでランナーを出しています。最初の1球バントしました。抑えた。一塁送球、送りバントが成功。これぞ職人技。いい場面で打席が回ってきました。相川、さあバッターボックスです。これが2回目の打席。初球見送っていきます。ワンストライク。両チームともに4本のヒットが出ています。まっすぐが決まりました。ツーストライクです。低め打ちました。三遊間、これはどうだ。一塁へ送ります。一塁アウト、アウトです。ショートゴロに終わりました。これではねチャンスが広がりませんからね。はいですね。これが今日3回目の打席。さあ1球目、初球ストライクを取りました。ワンナッシングです。2アウトになっています。次の2投目、まっすぐ打ちました。ライン際際どいか。あっとライト線ワンバウンドヒットです。マルチ安打が飛び出しました。中継に入る。セカンドランナーがホームに帰ってきました。1対1、追いつきました。スワローズ同点になりました。そして打順が変わります。川島慶三、右の打席です。今日3回目のバッターボックスです。最初はストライク。ボールカウント1ストライク。1対1、この回同点にしています。2球目、ボール、ワンエンドワンです。
さあファーストランナー帰ると逆転という場面です。次が3球目、やはり走ってきた、ストライクになった、セーフ、盗塁成功。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。あ、そうですね。次の4球目、強い当たり、これはショート、取った、一塁送球、一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さあマリーン、この後トップバッターからの打順となります。ここまでいいバランスの投球内容になっています。6回の裏、マリーンズの攻撃、この回はトップから始まっていきます。西岡、左のボックスです。立山、今日は5回までを投げて許したヒットが4本、失点は1となっています。まずはストライクを取りました。151キロのストレート。ここまでのマリーンズ、ヒットが4本、1得点の内容です。あっと打った、ショートへの打球、ショート取った、一塁へ送ります。アウト、ショートゴロに倒れました。打順が変わります。早坂、左の打席に入っています。3回の2打席目、ショートゴロに終わっています。まず速球から入りました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。6回の裏、ワンアウトになっています。次の2投目、ここで変化球です。ワンストライクワンボール。これが3回目のバッターボックス。変化球打ちました、センターに持っていきました。前に出る、前に出る、これは取れない、ワンバウンドヒット、1本目のヒットが出ました。さあクリーンアップへと入っていきます。クール、立山、今日は6回途中までを投げて許したヒットが5本。ファーストランナースタート、これは落ちるボール、ショートです、取りました、これは2塁セーフです。一塁に送ります。一塁はアウト、ランナーは二塁へ。アウトが一つ増えて次のバッターです、大松。さあリードを取っていけるんでしょうか。ツーアウトになっています。初球振りません。149キロです。次が今日の70球目、2投目、チェンジアップでしょうか、打ちました、取りました、これで3アウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了、マリーン得点はなりませんでした。攻略するには当然何か仕掛けていかないといけませんね。接戦を抜け出すきっかけですね。とにかく塁に出て揺さぶりをかけなきゃいけないでしょうね。7回の表まで来ました。強烈な打球、ピッチャー返し、抜かれた、抜かれました。ノーアウトからヒットが出ました。センターへヒットを打ちました。そして次のバッターとなります、デントナ。7回表ノーアウトです。ナルセ、今日の6回までのピッチング、許したヒットが6本、失点1の内容です。初球見送っていきます。カウントノーワン、1対1、依然同点のまま試合が落ち着いています。2球目、これはスライダー、ワンエンドワンになりました。今日の奪三振の数は4となっています。これはストライク、本当力がね入ったスイングですよ。はい、豪快に振ってきました。外、外れてボール、2エンド2になりました。さあ5球目、これも強烈な打球、三塁線わずかに左、ファウルボール。さあどういくか、あっと決まった、三振。均衡は崩れそうにありません。ああ本当にね、一瞬の勝負になるかもしれませんよ。このままの均衡が続くんでしょうか。これはもうね、一瞬でも油断したら危ないですよ。さあランナースタート、ランナーを援護します。これはセーフ、スチール成功です。さあリプレイでご覧いただきましょう。5回の2打席目、サードゴロに終わっています。ストライク、ボールカウント2ストライク。あっと打ちました。さあ4投目、ランナー走ります、ファウルになります。外、このボール球には引っかかりませんでした。
この6球目インコース、これは外れます。今のよく見ましたね。はい、バッター見ていました。これはボール、審判はボールを選択しました。これはね、バッターよく我慢しましたよ。はい、ここは見極めました。さあ8球目勝負に出るか。これも痛烈な当たり、この当たりはセンター打ち上げた、取ってツーアウトになりました。センターライナーに倒れました。いや、今日の戦いの中で一番面白い最大の見どころかもしれませんよ。男子の本会、ここは一発決めてくれそうな予感です。楽しましてほしいですよね。ナルセ、今日は7回途中までを投げて打たれたヒットが6本、この回は1本ありました。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライク。7回の表ツーアウトになりました。ストライクです。ツーナッシングです。3球で決めてくるか。ストレート、あと少しがつながりません。取りました。3アウトチェンジ。さあマリーン、次の攻撃は5番からということになります。7回の裏マリーンズの攻撃、バッター井口、7回の裏ノーアウト、これが今日3回目の打席。まず外から入りました。力のあるボールを投げ込んできます。ここまでのマリーンズ、ヒットは5本、そして1得点です。一方のスワローズ、ヒットが6本、1得点の内容です。しかしこれは外れています。ワイエンドワン。立山、今日は6回までを投げて打たれたヒットが5本、失点は1という成績です。ストレート、このストレートには力があります。次の4球目変化球、左への打球です。ファウルです。次が5球目外のボール球、打っていった、左への打球、今グラブに収まりました。ショートフライに終わりました。まあよく粘って投げてますよ。味方を信じて守りきることでしょうね。そうですね、チームメイトを信じないと野球にならないですよね。まあここは信頼することで思い切った球が初めて投げられますからね。最初は変化球できました。ノーワンです。今日奪った三振の数は4となっています。決めてきます。ワンエンドワンです。さあ3回目のバッターボックス、この変化球は外れています。丁寧なピッチングを見せています。ワンアウトになっています。見送ります。ボールカウント1エンド3、ワンアウトランナーはありません。なんと鋭い打球だ。打球はレフトへ上がってどうだ。追っていきます。スタンドには届きません。打ったバッターは2塁へ向かいます。このタイミングはどうか。ツーベースヒット。さあ達川さん、今のバッティングはどうでしたか。ああカットボールなんですけどね、打たれましたね。はい、その球をヒットにしました。さあこの場面で下位打線に回ります。橋本タスク、ランナー帰れば勝ち越しとなります。今日3回目のバッターボックスです。まずはストライク、ワンストライクです。今日の放送席は達川さん、黒木さん。行きました、高いバウンドになりました。取った、一塁へ、一塁アウト、ランナー三塁へ進めました。まあ1点を守りに行って大量点というのがよくありますよね。でもここは普段通りに投げてはいけますよ。コーナーを狙いすぎていつもの勢いが感じられないか。そうですね、ここは勢いでいけば大丈夫。初球インコースから入りました。バッテリー外してきます。立山、この7回途中までを投げて許したヒットが6本、あっと痛烈な当たり、行ったか行ったぞ、これは行ったぞ、フェンスを越えていきました。勝ち越しのツーランホームラン、痛烈な打球でした。鳩崎、この千葉マリンスタジアムに見事なアーチをかけました。7回の裏ホームランが出ています。大事な場面でこのホームラン、主導権を握っていきます。
今ホームイン3対1。そして大歓声の中ベンチで出迎えます。2点が加わります。リードを2点としました。なんとなんとスタンドまで持っていかれました。この終盤、いやこの辺りはピッチャーに相当ショックですよ。そうですね、この場面のホームランは試合を見守るファンの頭の中にもなかったでしょうね。さあどこから来るか。まずはストレート来ました。150キロです。先ほどはいい当たりを放ったんですがサードゴロに倒れています。2球目はどうか。今度は変化球、カウント2ストライクノーボールです。実況席の山口さん、はい、マリーンズ情報です。はい、どうぞお願いします。先ほどのホームランについてインタビューしてまいりました。打った球は落ちる球、おそらくフォークボール、この場面だったんで浅くては心臓がかかくだったんですけどね、ということでした。山口さんどうぞ。はい、ありがとうございました。打っていった、山口さん、かなり痛々しい様子で交代するということです。あー、交代ですか。ありがとうございました。ちょっと心配になりますけどね。さあスワローズ守備が変わります。飯原サードの守備につきます。そして打順が変わります。西岡バッターボックスに入ります。最初から落としてきました。ワンストライク。これが4回目の打席。インコースボール、ワンエンドワン。このゲームはここまで3打数1安打。ストレート打って取ってスリーアウトチェンジ。さあスワローズ次の攻撃は下位打線からとなります。ここで2番手ピッチャーにスイッチします。オギーの2点リードの場面、マウンドに上がります。スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表スワローズの攻撃、7番からの打順になります。竹内、まずは塁に出たいところ。第1球は外から攻めていきます。ボールカウントノーワン。さあ3回目の打席。さあ第2球コーナー、これは入っています。平行カウントワンエンドワン。ここまでのスワローズ打ったヒットが6本、しかし1点しか取っていません。マリーンズがリードしています。変化球を打っていった、右方向、ファウルボール。さあいい当たりだ、これだ、ライトに上がっていい当たり、ライトフライに終わりました。そしてバッターは8番田中広康、右の打席に入りました。6回の2打席目きっちりと送りバントを決めています。高めのボール打ちました、これはショート取った、一塁送球、アウト、アウトです。ショートゴロに終わりました。打順が移ります。相川、右のバッターボックスに入っています。2アウトになっています。初球インコース、バッテリー1球外してきました。2アウトランナーはありません。あっと今度は外、1球2球と続けてボールになりました。先頭バッターは外野フライ、その後は内野ゴロに終わらせました。ストレートはこれは決まりません。早くも2アウトにしています。ストレート決まってワンスリー、ここはバッター見てきました。先ほどの打席はいい当たりだったんですがショートゴロに倒れています。さあ何を見せるか、見送ってストライク。ノースリーだったんですけどね。はい、フルカウントまで持ってきた。内へのボール打った、これはピッチャー正面、抑えた、一塁に送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。さあマリーン、この後2番から始まります。
スワローズ2番手ピッチャー投入です。押本2点をリードされての登板となります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。8回の裏マリーンズの攻撃、トップバッター早坂ダメ押し点、そのきっかけを作っていけるんでしょうか。最初はストライク、カウント1ストライクノーボールです。攻撃中のマリーンズ、前の攻撃は残塁1、しかし2点が入っています。ストレートを持ってきました。ここは追い込んでいます。遊び球はあるのか。あっと打った、打球はライン際、切れるか、ファウルになります。空振り三振。そしてバッターは3番福浦、8回裏ワンアウトです。初球はどうか。まずは初球見送りました。ワンストライク。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。さあ2球目は高めストライク。これで2ストライクと追い込みました。さあ勝負か、どうする。わずかに外れて2エンド1。このボール球には手を出しません。さあそして4番という場面、大松左打席に入っています。初球高めに来ました。まあスイング自体はねいいと思いますよ。スイングが豪快に行きました。6回の3打席目ショートライナーに終わっています。2球目はどう攻める。低めはどうか。2ストライク。今度もストレートできました。この球は枠に入りません。ボールを捉えられませんでした。もう彼が出てくれば味方ベンチにも安心感が蔓延してきたでしょう。あとは任せたぞという信頼ですよね。自分の持ち場で力を出すということね。さあホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。井口、その注目のバッターボックスです。今日のバッティング3打数の1安打、打点は1の内容です。膝元低めのボールで入りました。ワンボールです。この回ワンアウトからのヒット、その後三振を奪っています。決めてきました。ボールカウントワンエンドワン。ツーアウトになっています。高めを打ってこの打球はファウルになります。やっと鋭い打球だ。サードです。この球は入りません。ツーストライクツーボール。バッターよく見ました。 2-3 です。さあ粘っていくか。あっと打ちました。フルマピッチャーの前、センターの前、ヒットになりました。ファーストランナーは2塁です。2塁ストップです。マリーンズ今日放ったヒットの数が10となっています。初球わずかに外れてボール。ストライク狙ってきたんでしょうか。サブロー、今日のゲームは1回出塁しています。コーナーへ決めました。これも外目に行きました。この前の第3打席レフトへのツーベースヒットを記録しています。今度はインコースに持ってきました。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。はい、大きな空振りでした。このストレートはわずかに外。確かに際どいところに来てますよね。はい、しっかりと見ました。ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。8回の裏亀押しのホームランを放ちました。勝利にぐっと近づくホームランになったが、そして今ホームイン6対1。さあ辰川さん、今のはいい変化球なんですけどね、バッターがうまく打ちましたよね。はい、はい、3点を追加、リードは一気に5点となりました。打順が変わります。橋本佑7回の前の打席ファーストゴロに終わっています。さあどこから来るか。
打った、これはショートになります。取った、一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回を終了、マリーンズ3点を追加、6対1点差を広げました。9回の表、スワローズの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。福地、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。確かに盗塁多い選手ですけど、今日も決めてますよね。はい、ここも塁に出ればおそらく狙ってくるんでしょう。さあ2球目、このまっすぐは外れました。平行カウント、ワンエンドワン。ここまでのスワローズヒットが6本、しかし1点しか入っていません。マリーンズがリードしています。あっと思い切って攻めました。2エンド1になりました。外のボール、2エンド2になっています。ショートフライに倒れました。そして次の2番イーハ、右の打席に入りました。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割9分1厘のアベレージ、そして打点数は62となっています。まずはストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。この回はワンアウトになっています。次の2投目、ボールです。ボールカウント1エンド1。イーハ4回目のシーズンを迎えています。外へ、ボールカウント2エンド1。スイングアウト。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。今日は試合前の練習から生き生きしてましたからね。実にタイミングよく右左に打ち分けて練習をしていた試合前です。まあ常にいい準備を整えてますよね。まずはボールから入りました。ここは1球外します。2アウトランナーなし。あっと、これはインコース高めの変化球、カウントノーツー。青木、今日は2回塁に出ています。さあ3球目、変化球は入りません。ちょっとストライク入りません。7回の打席、センターへのヒットを放っています。さあいい当たりだ。次が5球目、これは動けません。2ストライク3ボール。これで決めるか。まっすぐを追って抑えた、一塁へ。これでスリーアウト、ゲームセット。さあロッテ対ヤクルト、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は松川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。楽しい解説ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。